U ターンは低速でバイクを操作するので、ちょっとしたミスが立ちゴケの原因になりかねません。なので立ちゴケの危険性を減らすためにも U ターンをする場所はしっかり選ぶ必要があります。ではどんな場所が U ターンには適しているのでしょうか。傾斜のあるところは、はい、クラッチを切って止まらないから立ちゴケになるん で、はい、でフロントブレーキ触れば必ずバランス崩すから、あ、そうですね、立ちゴケになるんで、はい、とにかく傾斜のあるところは U ターンはやらない。そう、はい、ただ唯一、うん、まあ、ある程度の道路、はい、あの県道とか広さのある、幅のとか、そう、うん、そのプライベートの道路じゃない限りは、はい、道路ってカーブのところは必ず外側を高く持ち上げたり、ね、カントといって傾斜がついてすり鉢の、はいはい、そうなんです。一般的な道路にはカーブの内側に向かい傾斜がついているのです。このカントと呼ばれる傾斜は実はスイッチバックをするのにとっても便利。ではそのカントの利用方法とは。自分から見て左カーブこっち回ってくる、はい、右側がカントで高くなってるんで、はい、ここからこういう風に走っていって、うんうん、あとはこっちに下ってるから、はい、このままバックできる。あ、はいはいはい、しやすいんですよね。こう行けばいい。なるほど。さあそれでは実際に左カーブを利用してスイッチバックをやってみましょう。果たして伊豆谷はカントを利用して楽に車体をバックさせることができるのか。今走ったっけ。はい、端まで、はい、はい、行って、はい、で、クラッチ切ればで、あ、両足ついて、はい、両足ついて、はい、バックできるよ、左側だから。すごい楽、あの力入ってないです、流れてるはい、で、行けばいい、で、行っちゃえばいい。それで、お進みで行けばいいんですね。おー、カントを利用すれば重い車体でも楽々バックできるようになるのでおすすめ。しかし見通しのいい左カーブを使わないと対向車や後続車との思わぬ事故を招きかねないので、利用する左カーブを選ぶ際には十分注意しましょう。はい、ね、Uターンも落ち着いていれば実は非常に簡単、はい、そうですね、うん、ぜひ時間になる時でも、はい、ゆっくり曲がるってやつは練習しておいた方が、そのオートバイのバランスが悪い時にどうやったらこう、うん、ちゃんと乗れるか、ちゃんと操れるかっていうのを、ね、その身につけるためにも、はい、とっても見事だと思う。練習にもなりますよね、うん、そういう意味で、はい、はい、はい、ありがとうございます、はい。